浦和にまつわる面白そうな人に浦和にまつわる人生を聞くという企画で、はい、それで今井さん、はい、なんと浦和の力本店の店長さん、はいはい、そして、まあ、浦和レッズサポとして有名だったということでいろいろ武勇伝とかもうかなりいろいろネットで上がってるんですけど、はい、まずもういきなり聞かせてもらっていいですかね駒、はい、場に住んでたって何ですか そうですね、あの頃っていうのはですねあの、はい、前で言うちょっと前までだったら抽選っていうのがありまして、はい、その抽選がえっ、ー、が土曜日の試合だったら金曜日の朝4時にみんなで抽選をやって、はい、そこからテント生活を朝4時から始めようっていうのでテント生活はい、駒場の改装をしてからすぐですね、はい、で自由席の人間はその駒場のテントで抽選を引いて、はい、その順番通りにテントを張ってみんなが並ぶっていうのが。 金曜の朝に抽選して、はい、朝4時に抽選をして、うん、そのままサッカー場にずっと並び続けて試合を迎えるっていう 2> 2個間ぐらいテントです、ね、そうですねそれでみんないろんな交代で並んだりしててそこから出勤するメンバーのサポーターチームもいますし、うん、あとはそこから学校に行ったり僕はそこから高校に通ってたんですが<え> <laughs> そういうふうにやりながらみんなで頑張ってました。 テントででいいななきゃいけない理由っって何だったんですかその頃はやっぱりそのままなんていうんですかね遠回りが一番近道だったっていうか隣の同士の人間ともいろいろ話せますしあとはみんなでバーベキューやったり焼肉やったりっていうのをあそこでしながらですね隣同士のあとは次の試合の展望だったりあとはちょっと前日の練習があったらちょっと見せていたもらったりとかいろいろやりながら選手とサポーターとの距離が一番近かったかなと思ったりするんですね今みたいにインターネットもなかったんでそのサッカー場から みんな行ってあとは安倍に水曜日の阿部屋に行ったらそのまま帰ってきて駒場でみんな駒場に帰ってくるっていう生活を丸2年ぐらい皆さんやっててとても面白い生活になってましたねえ家駒場だったんですかもう家がほぼ駒場の人間がとても多くてあと,はとても多いはいあとは駒場サッカー場の目の前にですねあの浦和湯っていう銭湯もあって<う>そこにみんな交代で銭湯に行きながらとか あとは、上の団地のとこで野菜を買ったり、みんなで鍋を作ったり。野菜を買うはい。あとはそれによってみんなサポーターチームのクオリティだったりね、あの、資金がすごい分かるんですよ。<ー>うちのサポーターチームってのはもうみんなお金がなかったんで、<ー>もう大体キャベツがベースの鍋を。<laughs> 他のチームの鍋になるとカニが入ったり、豚肉が入ったり。ああそのチームははい。肉入れちゃうからのあのチームのとこにこの時間のいい匂いするときにはちょっと遊び行って、 行くと美味しいお鍋がつけるかなとかそういう楽しさもありながら、そのテントももう細々テント村ってはいどのぐらいの人がそこでじゃ生活してたんですか？そこではですね、三十チームぐらいですね。えー、あの埼玉スタジアムになったら抽選の番号が千千番とかなっちゃったと思うんですけど、はいその頃はもう一チーム一本っていう一級入魂で引いてもらって、うん、それでも皆さんキャンセルなしで、うん、並んでもらって、もう誰かがいなかったらそのテントは撤去しますよっていう。 えじゃあ何人ぐらいそこで生活してるのいやもう相当な人数ですよね。<laughs> あとはもう皆さん金曜日の仕事帰りの後ビールを買ってきたり、食べ物を買ってきて、いろんなこのコミュニケーションがいろいろあって、次の試合の展望だったり、どういう応援に行こうか。あとは紙吹きもオッケーなシーズンだったので、皆さん昼間だったり時間がある時は、新聞を、紙吹きを作りながら並んだりして。<laughs> じゃあ抽選して、次の試合までテントで、はい。はいはい 髪の毛作ったりみんなでいろいろ横のつながりを大事にいろんな会話をしたりしましたへえ<ー>、はい、すごいなでもあの頃のれれあれが皆さん普通でやっぱりネットがない時代で、うん、チケットがなくてもとりあえずね並んでる人がいたりして一人でいたらじゃあ今度一緒に見ようよっていう感じであの頃ががんかサポーターの今の基盤がすごいできたんじゃないのかなと思ったりしますえそれって並んでないと入れないんですか いや並んでなくても入れるんですけど、うん、やっぱりあの並んで自由席の自分の場所をキープするっていうのがあったりしますよね、うん、そこまで根性を出さないと駒場のゴールだと入れなかったんだまあたかが90分の試合ですけどされど2日間ぐらいの感じの勢いで皆さん頑張って気合い入れて。 あと、またね、その並んでる最中で、意気投合したチーム同士は、どんどん、1つのチームが2つが全部一緒になったりっていうので、どん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 、サポーターが大きくなっていったかなと思います。<ー>はい、でも、その時高校生なんですよ。高校生ですね。親御さんはなんて言ってたんですかはですね、最初のうちは猛反対だったんですけど、そりゃそうですよね。<laughs> 年賀状が途中から100枚ぐるくるようになったら、うちの親は諦めて、<ー>好きなように、はい。そうですね、あと友達もたくさんできて。うん っていうのがありまして、あの頃はだから楽しかったですね。マイさんがいたチームっていうのは何だったんですか。僕たちがいたのは猫魂って自分らで。猫魂。はい。サッカーなんかもやりながら、うん、えっとサッカーもやる方も,も好きで、あとは駒場のサブグラウンドなんかでもね、夜中みんなでたまけったりしてどんどん大きくなってって、うん、たまけれるメンバーでみんなでサッカーを見ようよって感じで。何人ぐらいを入れたんですか。わあもう20人ぐらいですけど、いろいろね周りの仲間も入れたら。 どれぐらいだったかなというのは実際わからないところがあったりするんですがあとはみんなでそのままサッカーの試合を見てレッツが勝った負けたでまたそれからですねそのはあはチケットペアに並ぶっていうのがあったんで、うん、えと南浦の丸広に行くか大宮の大江に行くか浦和のチケットペアに並ぶかっていうのでみんなまたばらけてまたその後にはアウェーに行くっていうような生活をずっと繰りじゃていました。 J リーグも52試合のシーズンとかあったりしたんで、今考えると、かなり強硬な中で皆さん生活したなと思ったりします。そんな生活、何年ぐらいやられてんですかが、結局、99年落ちてって感じになるんで、もう J2 に。駒場時代はその生活が皆さんずっとしばらく続いてたなと思ったりします。さらっと言いますけどね。 なんか今でもねその並んでたメンバーっていうのは、うん、とても仲良くてもう皆さん会社の重役になったりうん、うん、いろいろ仕事で皆さん頑張ってる人間も多くて、うんまあ、遊びでえ、ね、皆さん本当に遊びで全力な人間は仕事も全力なのかなっていうのをすごい感じましたすげえなはいそのテントはどんなテントだったんですか <laughs> そのテントはですねやっぱり何人が寝泊まりしてたのですか一つのテントで 一チーム一個じゃないの一チーム一個なんですけど、まあ、うちらはクオリティが低かったんで、うん、もう4人テントに5人、6人、あとはもう溢れた人間は外で。うん、外外で。冬でも外でしたね。はい。冬 <laughs> でも外本当に、はい、結構その激しい中で、寝袋も1000円の寝袋で3シーズン、行きましたね。<laughs> <laughs> あの頃にヒートテックをね、開発してくれればよかったかなと僕は思ったりするんですが。やこの後あの、<laughs> 自転車離れの帰り。え、こ,この上も行, <laughs> 行くの